こんばんは。こんばんは。今日は IC4 から新しいお知らせがあります。なんと4月19日に新しい本が出ます。本のタイトルは3ヒントクイズ絵本忍者くんです。イエーイ。長かったね、これはね。3年かかりました。ポプラ社から発売です。皆さんよろしくお願いします。というか、どんな本なの？まあ、その前に3年って言っても、3年書き続けたわけではなくって、神さんのピエールみたいに、ではなくって、まあ止まったり動いたり、すげえ止まったりしながらの3年、まあ、ちなみに、今回はなんと絵がありさ、はい、企画文章私、はい、あいつは村八分になってます。応援だ。どんな本なの？はい、まだ喋ってないよ。基本的に、3ヒントクイズ絵本っていうタイトルがついてて、なんか3つのヒントで正解を見つけながら、お話を進めていくみたいな、遊べる絵本だけどちゃんとストーリーもあるよっていう。ちょっと見せてあげれるの？ちょっと読み聞かせてや。読み聞かせてや。やばいよ、なんで。おばあちゃんのところへお使いに行くんだ。でもカエルが怖くて橋を渡れない忍者くん、水遁の術で池の中を通ることにします。水遁の術どれだ？1、水の中に潜ります。水の中はちょっと赤ちゃん役やってくれんじゃん、ね、赤ちゃんなんでどれが水の中かな、ヨコちゃん。じゃあ2番、緑色の道具を使います。緑色の道具はどれかな。じゃあ今どれとどれが水の中にいて道具を使ってるのはこの2つだね。乗り物には乗りません。じゃあ答えはどれだ。当たり、よくできたね、頑張ったねっていうような感じ の、 お母さんと子供が遊べるようにできています。で、割とシンプルだけど、やっぱりそこは IC4 の DNA ってことで、なんかこんな風に密度の濃いモリモリのページがあったりして、探し絵とかも楽しんでもらえるっていう。どんな気持ちなんや、発売前の。まだ実感が湧いてないです。本屋さんとか行かには実感が湧かないかなと思って。喜びとかない今の？あ、嬉しいの。嬉しいのは嬉しい。すごい。どんな気持ちなの？どんな気持ち、まあ、あんまり発売っていう方向に頭向かんよね、なんていうの、これ今こうなっとるけど中は見本でこう白紙のページだけ、なんていうの、まだ完成品見てないよね。ギラって言ってこういう状態で、完成品が手元に届いたら実感が湧くと思う。だから、まあ、これの見本のこの白紙のこの本がこのサイズになりますよっていうのの時点ですでに嬉しかった。そうだね、なんかこれがモデルが見本が来た時はちょっと嬉しかったよね、なんか今はね、ちょっとね、目の前の仕事の方にね、気を奪われてる感じがする。そっか、売れたらいいですね。そりゃあね、もうめちゃ売れてからめちゃもうこっちの仕事ばっかりやって、俺 PL 書かんくな、書かんでよかったらすげえいいかもしれない。カルさん書く？すげえ、いや、それはいいやつ。いつもこういい忍者くん。でも結構手伝ってます。でも神さんに書いてます。まあね、神さん、ね、結構書いてます。また後日、はい、いろいろなんかもうこんだけ作成エピソードなどは話しました。アイサ全然話してない。ちょっと待ってや。じゃあ一言どうぞ。作者として、なんかさ、ストーリーには関係ないなんかストーリー性も含まれてるので、そこを楽しんでください。なんか緊張したら逃げて揺れるらしい。そうなん。俺なんかスピーチの時とかも揺れとるって言われる。もう、あ、今日揺れてましたね。そうなってるとおるじゃん。俺なんか時々自分の YouTube 見たら、揺れとるもん。揺れるように頑張ろう。頑張ります。終わり？終
終わりよ。うん。終わりよ。うん。寂しい。はい。寂しい。え、だってカミさんの時もこんな感じだったじゃん。まあ、ここはカットでもいいよね。